7シリーズのラインナップに BEV が追加。運転した最初の数十 M で、その車について多くを知ることができると聞いたことのある読者もいらっしゃるだろう。だが、今回はそうもいかなかった。BMW の新世代フラッグシップの試乗会では、最初に自立運転を体験するメニューが組まれていた。 BMW 側で指定したルートがインフォテインメントシステムのナビへ入力済みで i7 は自ら道を進んでいく至って滑らかにパーキングマニューバーシストと呼ばれる自立駐車機能は最大 600M まで駐車枠への道を記憶できる広大な敷地を持つ富裕層でも門扉の入り口からガレージまで 手放しで車を戻すことも可能になった。大きなサルーンが自動的に駐車場へ接近し、ステアリングホイールは勝手に回転。するりと狭い場所へ収まる様子には感動せずにはいられない。どれほど役に立つ機能なのかは別の話ではあるけれど、このフラッグシップサルーンには先進的な技術が満載されている。 選出の機能もその一つ。オーナーの名声を誇示する、豪華さを備えるだけではない。さて、新しい BMW i7 は7シリーズの代替モデルではない。7代目モデルチェンジした7シリーズのラインナップの一つに相当し、内燃エンジン版と同じクラープラットフォームをベースとしている。メルセデスベンツはバッテリ EV、DEV、 専用のプラットフォームを開発し、S クラスと EQS は構造から全く異なる。一方の BMW は内燃エンジンモデルと基礎構造を共有しながら、BEV を作り上げる手法を選んだ。バッテリーは 101.7kWh、航続距離は 590km。今回試乗した i7 は、 X ドライブ60というグレードで、年代には英国でも販売がスタートする予定。従来の表記ルールにのっとり四輪駆動となり、独自開発された新世代の駆動用モーターが2機搭載される。総合での最高出力は 543PS が歌われる。駆動用バッテリーの容量は1 0 1 7ワアワー 航続距離は最大5 9 0トルが主張され、急速充電は1 9 5ットまで対応する。1 7 0トル分の電気を蓄えるのに、最短10分間で済む計算だ。2023年の春には、7シリーズのプラグインハイブリッド、フェーブ、版も登場するという。 750EX ドライブと M760EX ドライブの2種類で、どちらも 3.0L 直列6気筒ガソリンエンジンを搭載する。2023年の後半には、新しい7シリーズの頂点を飾る I7M70X ドライブも追加される。こちらは BEV の M モデルとなり、最高出力は 605PS とアナウンスされている。 市場によっては他のガソリンターボに加えてディーゼルターボも提供されるそうだ。先日の 760iX ドライブへの試乗機でもお伝えしたが、英国へ導入される7シリーズはロングホイールベース版のみ。間違いなく大きく重たいサルーンだ。全長は5 3 9 1ト、mm、ルあり、車重は2 7 1 5ラム BMW の量産モデルとしては過去最大へ成長を遂げた。ロングホイールベース版の S クラスの全長は 5283mm で比較すると 100mm 以上も長い。先代の7シリーズ L と比べると約 130mm の差がある。そのおかげで路上での存在感は半端ない。 テクノロジーとクラフトマンシップが融合。i7 の主要市場の一つとして中国が想定されているが、印象的な佇まいは彼の地の思考を強く意識したものと言える。上品さや優雅さといった表現は i7 の見た目には似つかわしくない。威圧的な推しの強さが好まれるようだ。 そんなスタイリングとは対照的にインテリアは落ち着いた雰囲気を漂わせる。先進的なテクノロジーと伝統的なクラフトマンシップが融合している。座り心地が素晴らしいシートは上質なカシミアウールで丁寧に仕立てられている。レザーを古くすら感じさせる。ダッシュボード周りは SUV の球でも見た光景が広がる。 メーターパネルとインフォテインメント用のツインモニターが一体になったパネルが誇らしげにそびえるセンター側が14.9インチドライバー側が12.3インチとサイズも大きい実際に押せるハードスイッチは先代の7シリーズから減ったがセンターコンソールにはロータリーコントローラーが残された タッチモニターに一括集約されたインターフェースとは異なる。音声操作も可能で、ジェスチャーコントロールにも対応するが、やはり実際にコントローラーを触った方がはるかに直感的だった。筆者の場合は、キャビンを横断するクリスタルのようなインタラクションバーも興味深い。スポーツモード時はレッドとブルーに灯るなど、 ドライブモードに応じて光り方が変化する。エアコンの操作系や送風口などとの一体感も新鮮だ。ギミックとも言えるものの、機能としては面白い。新世代の特別な BMW だと感じさせてくれる。この続きは後編にて。